ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで秋の月18日、さあ秋の月18日ってことで今日はね、はい、お月様を眺めるお祭り、時間があれば山頂に行ってみよう。場所はヒルルン山頂で時間は19時から21時。なるほどね。さあそれまでにいろいろと作業をしてしまおうか。やあやあ、ここはちょっと邪魔かな。よしよし、ちょっと邪魔かな。よしよし。あ、違うんだ、その方向じゃないんだ。はい、そう、ちょっと他の種も取ってきとかんといかんのよね。取ってきとくっていうか買ってきとかんといかんのよね。さあ、あとは、はい、どうぞ。あ、餌がなくなったもしや。なくなったね。よいしょ。あ、違う。間違えた。はい、そして、さあ、動物巡りをしていきますか。木こりの森でリス探し。あ、おった。速攻でおった。あ、違う。いやあ。かわいい、めっちゃのけぞる。そして最後ちょっと倒れそうになるっていうね。はい、パシャーン川で。クマや、お、今日はすぐそこにおったね。今日は風が涼しくて気持ちいい。まあ、秋の月18日やったら、もう冬はすぐそこって感じやもんね。さあ、そしてピチョンコのお猿さんや。お、どこだい？お、いないんですけど。あ、いた。どうも。よしよし。今日も元気す、お、なに？どうした？急にワープしたけど。さっきまで目の前にいたのに。また来てくれたの？すっかり懐いてくれちゃって、なんだか嬉しいな。お、ハートの色が緑になった。ごめんね。今日は君にあげる食べ物何も持ってきてないんだ。あれ？違うのかな？何？僕にくれるの？お、でもいいの？いつもは僕がご飯をあげるのに。なんだか立場が逆になったみたいだ。さつまいももらった、優しい。どこから取ってきたさつまいも？生えてたの。ありがとう。美味しくいただくとするよ。友情だね、サルトの。めっちゃいいやん。かわいい。超かわいい。それにしても美味しそうなさつまいもだな。こんな美味しそうなさつまいもを全部一人で食べちゃうのはもったいない。だから、しずかちゃんと半分こにしようっと。かわいいな、半分こ。これはもう半分こしましたよっていうことかな。え、でもしずかちゃんいませんけど。ロコットさんなら2階におるかな。あ、いた、やっほー。ナスが必要なんだ。持ってたら僕にくれないか？蜂蜜と交換でどう？ナスとか持ってないよ。てか、ナスって夏の野菜でしょ？もう育てれないよ。そんなね、言われましても。てか、ナスとか育ててなかったよな、私、夏場に。ってことで、多分、冷蔵庫にもないと思われる。冷蔵庫にも置いていないかと思われますよ。そうで、私は今日ね、ちょっと、羊が飼いたくって、そろそろ、羊祭り、あ、ミミコ、やっほー。よしよし。元気そうね、ミミコちゃん。まあ、のび太くん、いい天気ね。確かね、動物屋さんが9時から開店やったと思うけん。ミミコがめっちゃ見よる。そして目覚めても同じ位置にいる、どういうことやね。さあ、羊を飼いたいです。こうやってイベントの直前に調達していくスタイル。いらっしゃい、のび太ちゃん。うふふ、素敵な動物見ていく？見ていきます。羊が欲しいの。羊を飼いますか。羊って4000円なん、安。それじゃあ羊に名前をつけてあげてね。みぞれちゃんにしよう。みぞれ。羊のみぞれってことでいいよね。みぞれ。どこ行ったれ？はい。
オッケー。名前はみぞれでいいかしら。はい。羊ちゃんは小屋に送っておくわね。のび太お兄ちゃん、羊さんは買ったことある？今までにはないよ。ないかな。ないな。それならラムが育ってこと教えてあげようか。じゃあお願いします。お願い、教えて教えて。じゃあ今回は動物屋さんの羊さんで教えます。こっちおいで。こっちおいでっていうのは羊に言ったんじゃなくて私に言ったのか。まず羊さんには欠かせないことがあります。それは何でしょうか。餌、愛情、愛情？もしかして愛情かな。もちろんそれは大事。でもね、餌が一番大事なの。まあ、命の方が大事か。餌がないと動物たちは生きられないの。何を食べるの？羊さんは海馬を食べるのよ。海馬はのび太お兄ちゃんの牧場で育てることもできるのよ。そうそう、牛とか羊とかはね、海馬を育てたら、海馬はあれよね、多分永遠にできるやつよね。そうなの？一年中育てられるからおすすめ。でも動物屋さんでも買えば売ってるから、ぜひそっちで買ってほしいな。いや、育てます。ちゃっかりしてるな。そう、それで餌の言い方は、買えばを餌箱に入れるだけで動物たちは勝手に食べてくれるよ。餌箱？それはわかろうよ。鶏がいるんだから。これだよ。動物小屋にはいくつかあるからね。ちゃんと動物みんなの分入れてあげてね。どうしたの、のび太お兄ちゃん。一匹分めっちゃ多いね。僕のカバンにずっと海馬を入れておくの面倒だなと思ってね。そうだな。サイロを作れば楽になるよ。サイロ？まあ、実際にね、カバンに海馬をも入れて持ち歩きよる人なんかおらんやろうし。海馬を預けられるものなの。サイロを作っていれば、こっから海馬を出し入れできるよ。ああいう感じなんや。なんかリアルな感じやね。もっとなんかスマートな感じかと。サイロか、わかった。一番大事な餌のことはクリアだね。サイロは作らんといかんのよね。それから羊さんたちはずっと小屋に入れていたらダメだよ。そうなの？のび太お兄ちゃんもずっとお家の中だったら嫌でしょ。そうかも。だからね、 Y ボタンで掴んで動物小屋から出してあげてね。あ、そっか、ニワトリたちみたいに持ち上げることはできんけん、引っ張っていくってこと？あ、もちろん晴れの日だけだよ。どうして？雨に濡れたらかわいそうじゃない。アホなの。もちろん夜もね、羊さんたちも小屋の中でゆっくり寝たいだろうし。ふんふん。仲良くなるにはどうしたらいいの？ X ボタンで話したり、おやつをあげたりした方がいいよ。おやつか。ちなみにおやつは動物屋に売ってます。しっかりしてるな。ラムちゃん偉い。海馬をあげて、お外に出して、話しかけておやつをあげて、そうやって大事に大事に育ったら、羊さんはのび太お兄ちゃんが大好きになるよ。楽しみだな。大好きになってくれたら、羊毛がいいものになるから、大事に育ててあげてね。それで羊毛はどうやって取るの？羊さんの毛を取るには、毛刈りバサミを使ってね。子供の毛でもいいの？大人の羊さんじゃないとダメだよ。それに羊さんの毛は育つまでに時間がかかっちゃうの。だから一度取ったらしばらく待ってね。うん、わかった。それから、これはとても大事なお話。動物が病気になった時のお話よ。病気に？雨の日に外に出していたり、餌をあげなかったりしていると病気になっちゃうの。そんな、どうしたらいいの？そんな時はお薬。お薬か。これをあげればどんな病気も治っちゃうわ。万能すぎる。安心だね。でも薬をあげればいいやなんてずっとそのままにしていたら、動物屋が動物を取り上げます。そんな危険なところにうちの大事な動物を飼ってもらうなんてできないの。わかった？絶対約束だよ。取り上げられる？マジで？うん、わかったよ。それじゃあのび太お兄ちゃんは大丈夫って信じてるからね。大事に育てるよ。頑張ってね。ラムちゃん立派。どっちが年上なんだって感じよね。初めて羊を飼った。そろそろ寒くなってくるの。ぐー。寝ないで。羊小屋で寝ないで。さあ、それじゃあ、早速うちのみぞれちゃんに会いに行きますか。とりあえず動物小屋はこっちのやつかな。
これ動物小屋。おー、いたいた。さっきと同じような感じやね。よしよし、みぞれちゃん。どうも。さあ、あ、そうそう、貝が買いに行かんといかんのよね。そっかそっか。ちょっと最初の分ぐらいちょうだいよ。めっちゃキッチン。ちょっと待って。あれやん。お猿さんに会いに行った時に、そこに置いてきたんじゃない？ちょっと。どこでもドアを。ちょっと早く回収しに行こう。どこでもドア。どこでもドアがないと私は生きていけない。ちょ、待って、どこ？ピチョンコどこ？木こりの森。ピチョンコはどこにありますでしょうか？こっちの方じゃなかった？パシャーン川。あれ違う。マップはあった。パシャーン川。木こりの森の下や。待って待って待って。しかも遠い、ちょっと。木こりの森の下、こっちやね。はぁ、全然違う方向へ行きよった、危な。さあ、ここに、あ、どうも。この辺にあったあったー。よし、これで。違う違う違う、採掘場じゃない。はい、シーゼンタウン西。秋は食べ物が美味しいと言うけど、秋は苦手なものが多いからな、私は。食べられないんだ。とりあえず道具？貝歯を10個ほど買っておきまして。はい、買います。動物のおやつも切れたけん、ちょっと買っとかんとね。はい、オッケー。さあ、これで。世話をしましょう。あ、ここに置いてあった牛の種、羊の種っていうのは、あれをつけたら、つける、飲ませる。と、子供が生まれるっていうやつやね。でもなんか子供を産ませるためには動物小屋をね、改築して広くせんといかんらしいよね。はい。おやつだよ。よし。そして、貝歯を。あ、サイロは一応あれか。作らなくてもあるのか、ちゃんと。あ、そう、外に出してあげないと。こういう感じ、こういう感じで外に出すの。ちょ、待って。お。さあ、お外に。お外に行きますよ。動かし方が逆になるんやな、掴んだら。へぇー。なんかその方向に押したら逆向いてバックしていく。あ、どうもラムちゃん。19時からやった？ってことやけん、そこまで寝ますか。19時。ここにおるんやったら家で寝ればいいのにね。で、ヒルルン山頂やね。あ、待って、タイジュの根っこにも行っとこう。リーナさんと、おる場所逆じゃね。よしよし。普通に逆じゃね。さあ、ヒルルン山頂に行きますか。お、やっぱりここから見るお月様が一番綺麗だね。ほんと素敵。二人はいつも一緒にいるな。なんで間に入るのよ。めっちゃ邪魔。どこに立ってもいいだろうが。空気を読め、空気を。二人とも喧嘩はやめなよ。あ、ちゃんと月見団子が置いてある。誰が作ったんやろ。なんだよ。してねえよ。ほら、ススキの葉っぱもあるよ。そうよ、どうしてこいつと喧嘩しないといけないの？おい。こいつってなんだよ。剣なんてこいつで十分。ランチ大変だな。のび太も来てたんだね。今来たの。ほんとだ、こんばんは、のび太。剣が仲間外れな。
どうした？何？3人はいつも仲良しだね。そう見えるかい？そう、私とランチはすっごく仲がいいの。剣も入れろよ、3人って言っただろ。俺は普通かな。かわいそう。のび太も一緒にお月見しようよ。ねえ、嫌なのそこ。賛成。たまにはいいこと言うじゃねえか、ランチ。3人はいつも仲がいいねって思ったことないんやけど、ケンも仲いいの。ケンってなんかジャイアンとかスネ夫と一緒におるイメージないけど、今までの虫取りのくだりで。ほら、ここが一番綺麗に見られるんだよ。ほら、俺らも行くぞ。ランチってやっぱ友達思いすぎるのよね。仕方ない、今日だけはケンと一緒に見てあげる。ふふ。すごく恩着せがましい感じ。これは置いていくのみんな。ね。くっそ、回収できないし食べれない。てか、月見えんくね？ちょ、待って。え、月とか出てなくね？どれ月？ないんですけど。びっくりするぐらいないんですけど。引いてもないとかどういうことやねん。ほい、ということって。あ、ちょっと待って。動物たちを中に入れておこう。はい、ここや。よいしょ。そして、ココアと、みぞれちゃんも入れておかんとね。よいしょー。違う。再び出すところやった。さあ、みぞれちゃん。なんかなっけ、カイバーを育てて寄るときに、その羊とか牛を動かしづらい。羊とか牛をほ外に出しとったら勝手に外で食べてくれたりとかって今まであったけど、今回のもあるんかな。ミミコはマイペースだね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえずこれで、羊コンテストには間に合うね。愛情度は足りんやろうけど、全く。これからや、それは2年目以降やね。